大日本帝国憲法の上悟る。右ページの御字の髪型に、僕ひとしと明治天皇の名が署名されている。また、左ページには、国務大臣の官名と釈位に続けて、氏名が署名されている。署名とは、行為者がある行為をする際に、自己の氏名を辞書すること、また辞書したものである。署名と印象とは、共に自己同一性を証明するものとして、 用の東西を問わず古来広く使用されてきた。顔も、署名の一種と理解される。日本においては、律令制度の確立以降は、印象が重視されていたが、次第に簡便な署名が通用するようになり、中世以降は、顔前世となる。もっとも、戦国時代から、印象の使用も、再度広まり始め、主印状などが発行されるようになる。 江戸時代になると、印象の使用も広がる。明治時代以降は、印象が非常に重視されるようになる。もっとも、閣議署名は今なお顔が使用されている。なお警報においては、印象または、署名、印象もしくは署名等のように同列に扱われており、署名や、印象の偽造等は、犯罪とされている。西洋においても、印象と署名との性衰がある。また、 他人が偽造できないよう、特別な書き方がなされる。記名は、署名以外の方法で、書類等に、氏名、名称を記すことを言う。記名が必要とされているのみの場合は、辞書を必要としない。一方、署名は、辞書を要求される。通例、意思表示があったことを示すものとされる。日本法上、本来、署名とは、辞書を指すが、辞書に変えて、 決め応印が求められることが多い。商法32条は、商法上の署名は決め応印で変えることができる、ことを規定している。決め応印とは、氏名、名称を記し、合わせて、印象を捺印することを言う。署名と捺印の両方が必要とされる場合には、署名を決め応印で変えることができない。そのような例はごく少数であるが、 例えば遺言の作成にあたっては、自筆証書遺言の場合は遺言者の、秘密証書遺言と公正証書遺言の場合は、遺言者、証人と公証人の、それぞれ署名と捺印が必要である。また、戸籍に関する届出も届出人や、証人の署名と応印が必要とされるが、署名できない時には氏名を代書させ応印することで、足りる。その他、 区分建物の管理組合における集会の議事録については議長及び集会に出席した区分所有者の2人が署名を応援しなければならない。日本法上の手形の権限上の署名についての解釈論については手形理論、手形行為等の項目を参照。なお、日本において法令上応援を求められる場合でも外国人については 外国人の署名なついん及び、無視力署名に関する法律により署名を持って足りるものとされている。これは、特にヨーロッパ及びアメリカでは、個人が印象を持つ慣習がないためである。国際法上の署名には次の2種類がある。外交会議等において、条約の内容が確定した時に、全権を委任された各代表団の長が、 条約の内容を公式に確認した証拠として、記名することを指す。条約の内容は、署名によって確定し、以後、正式な手続きによる場合を除いては、内容を修正することはできない。例えば、京都議定書においては、条約の末尾にという文が付されているが、この文中でいう署名が、条約の内容を確定する署名に相当する。 通常の条約は一定数の国家が条約に拘束されることへの同意を示すことによって効力を発生する。このような意思を表明する方法としては批准、受諾、承認、加入などがある。このうち批准、受諾とは条約に署名することによって将来的に条約に拘束される意思があることをあらかじめ表明し、その後に国会による。 承認等の所要の国内手続きを行って、叱る後に条約の事務局等に批准書等を帰宅することによって条約に拘束される手続きのことである。署名の要不要や署名が可能な期間等は条約中に規定されている。日本の場合、条約への署名を行う際には、事前に閣議決定が必要なため、署名を行うのは重要な条約のみに限られる。 傾向がある。例えば、京都議定書第24条1には次のように規定されている。ありがとうございます。